こんにちは、YouTuber の池ちゃんです。たまにグラビアもやっています。好きな食べ物は麻婆豆腐です。よろしくお願いします。あの糸だったり風船だったり、なんかすごいおしゃれでした。あの風船をこうバッて、あれが楽しかった。桃の時は膨らませるけど、ある程度大人になったら膨らませる機会なんてないから。そしたら肺活量っていうか、その衰えていることにびっくりしました。
苦労が多いんですけど、でもグラビアちょこちょこやっているので水着を選ぶときにやっぱ後から見たら紺が一番似合うなと思って、赤とかなんか蛍光色が全然似合わなくて、はい、たまに着てるんですけどやっぱりなんかあんま受けよくないです。ただ似合ってないです。私の場合は特にダイエットとかもしたことないし、なんか何もしてないです。好きな食べ物が豆腐なんですよ。なのでやっぱり豆腐カロリー低いんですかね。睡眠は私すごいロングスリーパーなので、もう寝れるだけ寝てます。11、2時間くらい。でもできれば7時間くらいにしたいんですけど、はい、特に今低気圧なのでとても切れないです。でも私新たに挑戦したいことあんまりなくて、YouTube 投稿してるのが一番幸せ現状が一番幸せですね。みんなログラ見てね。